じゃあこんにちは、はい、宇多部さん、どこよりも早い、開幕ちょっと早すぎるよ、頭痛くなってくるよ。3月25日はもうすぐそこですよ。まあ、そりゃそうだな。キャンプもね、あれですけれども、まあ、はい、前回は開幕投手を予想しようということでやりましたが、今回はいわゆる4戦目、裏ローテ。そうだな、はい、それも大事だよね。はい、火曜日です。だからビーチザーのチームはホームに帰ってくるし、そうです。だからそういう意味からして、はい、やっぱあの予想を立てなきゃいけないよね。そうなんです、はい、ということで今日は、はい、開幕4戦目の先発投手を予想しよう。はい、じゃあまずはセリーグいきましょうか。森宇治のバッグってエルメスなの？シャネルです。あ、シャネルちょっと待ってください。あ、シャネルだな。はい、買ってもらったの？いや、自分で買います。私カバンは自分、カバンはって言ったら変ですねカバンもですけど。ものすごい動揺してんの。いや、なんかすごいカバンはって言っちゃったらわって日本語って難しいんで。カバンもそうですけど、時計もそうですけど、靴もそうですけど、ちゃんと自分で買います。本当、はい、何ですかこれは。いやいや、なんかあれ、シャネルいいの持ってんなと思ってびっくりしたよ。ちょっと待ってください。一応持ってます。年齢も年齢なので。さあ行きましょう、はいはい、買ってくれるんですか？買わない。なんでじゃあ見ていきましょう、はい、ヤクルト巨人です。はい、ヤクルト巨人、これ楽しみですよ。まあ、ヤクルトは開幕を奥川で行って、はい、その若手、右と左のエースと言われてる、はい、やっぱ高橋啓司投手で、巨人はメルセデス。メルセデス選手で、まあ、ヤクルトとの相性も悪くはないし、はい、まあ、悪くはないしって言うけど、まあ、昨年はね、そんなに、まあ、良くもなかったんだけど、はい、まあまあ、でも過去の実績を見てみると、うん、まあ、ヤクルトの相性もいいしね、うん、メルセデス投手も高橋奎二投手もどっちも去年は先発ローテには入ってなかったんですよ。まあ、メルセデスも、まあ、故障がちというか、はい、で高橋もちょっと故障してたよね、はい、うん、だから今年はもう開幕からいけるはずなんだけど、うん、はい、まあ、その裏ローテに入ってくるかなっていう楽しみな顔。裏ローテの頭っていうのはやっぱ開幕投手と同様に、はい、負けれないようなピッチャーを持ってくるんだよね。そうですよね、うん、まあ、楽しみな対戦カードと、ね、まあ、そうだね、なりますけれども、はいはい、さあ中日対 DeNA です。はい、まあ、中日は大野雄大、あ、ここで持ってきますね、うん、はい、で DeNA は京山。お、京山投手、うん、大抜きでもいいんだけどさ、はい、これはもう状態がいい方を持ってきたいよね。ここは臨機応変に、うん、まあ、同じようなタイプだしさ、はい、うん、だから、まあ、うん、そうだね。これ中日、あの先発には柳投手持ってきたじゃないですか、うん、でこっちに大野雄大投手、まあ、その巨人戦に投げさせたいのは分かるんだよね、はい、だけど裏ローテが弱くなっちゃうとちょっと困るという、はい、そうですね、まあ、小笠原でもいいんだけどね、はい、うん、ちなみに大野投手は4戦目去年もやっぱり投げてます。まあまあ、そうだよね、はい、うん、で DeNA の京山選手が去年は2戦目だったということで。そう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 、広島対阪神、これはどうしましょう。広島、あ、森下、お、去年と一緒ですね、4戦目で、はい、西勇輝、お、ここに西勇輝投手、これ例えば青柳投手だったりとか伊藤将司投手だったり秋山投手などもいますけれども。あ、青柳は、はい、開幕カードで多分投げさせたもんだよね。はい、あと、伊藤将司投手、そうだね、伊藤とかもいるし、はい、だから面白いんだよね、はい、阪神はいろいろバラエティーに飛んでる、はい、あのいろんなタイプのピッチャーがいるから、うん、まあ、その中でも頭はやっぱ西勇輝の実績とかね、はい、まあ、プライドも含めてやっぱ頭に持ってきたよね。お、うん、まあ、いわゆるその、ね、裏の一番手になるわけですよね。まあ、そうだね、はいはい、じゃあパリーグですけれども、はい、まず日本ハム対西武。日本ハムは、はい、伊藤大海、うん、はい、でいいかなと思うんだよね、まあ、去年ね本当に活躍しましたし、うん、まあ、開幕カードで投げる可能性もあるけどね。あ、うん、まあ、でも札幌ドームでやるでしょ、はい、だからその頭っていうのはやっぱこうある程度のピッチャーを持ってきたよね、うん、だから伊藤を残しておいて、はい、まあ、札幌ドームの開幕に持ってくるかなという。あ、ビッグボスは、そうそうそう、うん、だからスタッフがいや吉田輝星投手持ってくるんじゃないでしょうか。いや、そこには、はい、まあ、それでもいい、あのオープン戦で絶好調かもわからないし、はい、それはわからないよ、わ、うん、からないけど、うん、やっぱある程度の説得力が欲しいよね、まあ、去年の実績という説得力ですね、うん、なるほど、わ、はい、かりました。さあ西武です。隅田、ちょっと待って、その去年の説得力というか、いや西武はビジターじゃない、はい、も
持ってきます？俺は持ってきそうな、辻監督は思い切りいいからさ、はい、持ってきそうな気がするんだよ。え？それか、はい、それかもうオリックスにいきなりぶつけるか、開幕。え？開幕投手ですか？だからコロナで、はい、人員が別にもう決められてる人員しか入れないっていうんだったら、はい、まあ日本ハムに持って行ってもいいよね。でも最初はやっぱできれば、はい、西武の本拠地で投げさせたいと思うと思うんだよ、うん、やっぱドラフト1位だし、はい、だけど俺はなんかこうホームランの出にくい、はい、で日本ハムっていうのはどちらかというとパワーヒッターってなかなかいないよね今、はい、でどちらかというと勝ちやすいよね、はい、そこに持ってくるかなっていう。おお、じゃあ見られるかもしれないですね、いち早く。あ、そう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 、うん、まあ、ちょっとキャンプからね楽しみですけれども、ね、ルーキー選手、はい、じゃロッテ対ソフトバンクです。はい、はい、まあ、ロッテは見ま、お見ま年、昨年も悪かったよね。はい、でもまあソフトバンクにまあ、強いというね、はい、まあ、昨年はちょっとやられた傾向にあったんだけども、うん、まあまあ相性は悪くない、うん、ね、まあ、それとソフトバンクは石川、まあ、去年の、開幕投手ですね。そうだね、まあ、千賀のが帰ってきてるから、はい、千賀に開幕を譲り、うん、裏ローテの開幕に回るという。お、石川はね、はい、はい、さあそして最後がオリックス対楽天です、うん、山岡オリックス、これ宮城投手ではなく、宮城は開幕カードで投げると思うんだよね、2戦目3戦目あたりですかね。どんどんいいピッチャーさ前倒しで投げて生かした方がいいと思うんだよ。おで山岡と田島が残るでしょ、はい、そうですよ ね、まあ、山本、宮城、うん、若手、うん、おー若手、山岡、田島、若手、あ、そういう、まあ、ベテランでもいいけど、はい、そういうのだったらもう完璧だもん。確かに。で山岡投手去年うん、日本シリーズで投げましたもんね、まあ、ちょっと、ちょっとだけですけど、まあ、でも今年はジストレカルケもキャッチボールやってるし、はい、まあ、状態は上げてくると思うけどね、はい、山岡が1枚加わったらやらしい投手陣になるよ。山岡、山岡ね、はい、うん、で対するは、対するは早川、おお、早川投手を裏ローテの、うん、はい、去年岸投手だったんですよね、4戦目で、うん、早川投手は3戦目。まあ、早川もやっぱこう若いとはいえ、はい、やっぱ責任あるポジションを任せたいよね、はい、他に実績のあるピッチャーはたくさんいても、うん、だけどやっぱそういう責任感が仕事をしっかりしたものにしていくから、はい、だから早川を甘やかすんじゃなくて、うん、やっぱそこら辺でしっかりしたものを作り上げてほしい。なるほど。そういう意味も含めて、はい、まあ、裏ローテの頭に持ってくるという。なるほど。これ開幕の投手もそうですし、なるほどって言ってるけど、はあ、俺何の根拠もなく喋ってる節もあるからね。いや、まあ、いや、俺は願望があるけど、まあ、そういう風になってほしいなという、もちろんもちろん、なるほどじゃないんだよ。なんかなるほどって納得されるとさ、いやいや、俺そこまで責任持てないよみたいな。いや、もう全身が置いてるので、ああ、そう、もう絶対これだろうなって、うん、まあまあね。いや、でもその開幕投手も 見ましたし、今日その裏ローテの その4戦目の投手も見たんですけど、やっぱり去年とやっぱり変わってきてますね。いや、それは変わるよ。これそれは1年変わると変わるし、ね、まあ、状態によっても変わるし、はい、怪我の状態ももちろんそうだよね。そうです、怪我があったら投げられないということだから、1年でこれ、いや、これだけ変わるんだな。変わる変わる変わる。だから奥川とか高橋とか、はい、ね、育ってくるし、そうです、小島とか受賞したりとかね、はい、うん、だからそういうのでも全然変わってくるしさ。ですよね。あとは、まあ、うん、キャンプで例えば故障しないといいなとか、怪我をしないでスムーズにいけばっていうことを今、まあ、仮定してるわけで、もうね、故障したら何にもならないよ。もうそうですよね。積み上げてきたものがゼロになる可能性もあるしね、はい、だからそういう意味ではもう本当に怪我をしない、うん、させない、うん、そういう方針でやってほしいなと思うね。そうですね。これもし豊さんの開幕ローテと4戦目の開幕投手、これ全部当たったら、この YouTube の会社からエルメスのカバンをどうでしょう、プレゼントするというのは。俺に、はい、リュックがいいね。エルメスのじゃリュックをプレゼントということで。本当にか、はい、本当にしてくれんの。どうでしょう、どうでしょう。その代わり、はい、その代わり、もし当たらなかったら、うん、豊さん、なんかみんなスタッフに何かおごってください。
エルメスはおごるのはおごってあげるよ。なんでもいいぞ。じゃあエルメスのポーチでも一人。いやいや、そんな人何個いる、何個いるんだよ。焼肉定食で。はい。